ジェリーガーの不適切ジェスチャー、VAR 確認で一発退場。審判にやってるやん。任天堂最低やな。任天堂最悪だな。任天堂がスポンサーってことはこれも支持してるってこと？スポンサーするってことはチームや選手のイメージも受け入れるってことやからな。任天堂は女性蔑視の不適切企業と思われかねない。こういう時にさらされるスポンサーかわいそうやな。こんなん任天堂激おこやろ。割と真面目に任天堂はスポンサーおりそう。リーグスポンサーやってもええ格だしな。地元だからといって弱々チーム支える必要ないしな。わい京都、終わる。中指立ってるかどうかをビデオ判定するのくさ、人差し指だったらセーフやったんか。トランプの真似かもしれんし、VAR に審判が気づかなかった反則というのがあるから。何か理由はあるんだろうけど、あれはやった時点で何も言い訳なんか通用しない。人としてのマナーが欠落しているとしか言いようがない。日頃からやってるから追加となると出ちゃうんだね。普通の人間には、とっさに取れるジェスチャーではない。何回釣ってる田舎のヤンキーみたい。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。